日本一だよ、一本当に美味しいの。すごい素敵な空間なんですよ。うん、へえ、これは買ってこう。毎度ワイン三昧竹舞です。今回は皆さんにどうしても知ってもらいたい、ぶっちぎりなコスパでシャンパンにも負けないスパークリングワインを作るあのワイナリー、山形県の高畑ワイナリーについてお話ししていきたいと思います。イエーイ。はい、皆さん気になるね、そのスパークリングワインとはズバリヨシスパークリングワインです。キューンみたいなね、はい、最初この漢字読めなかったんですけど、これでヨシと読みます。気になるお値段はなんと1700円ということで、2000円を切っちゃいます。ぶどうはシャルドネ 100% で、キリッと爽快な口当たりで、何もつままずにそのままでも美味しいし、和食にもぴったり寄り添ってくれる超万能型コスパ最高のスパークリングワインなんですよね。しかも皆さん、なんだかこのラベル見たことありませんか？それもそのはず、このワインを作る山形県の高畑ワイナリーさんは日本一のシャルドネワインの生産量を誇ってるんですね。日本一だよ、一、すごくないですか？だからスーパーなどの身近な場所に並んであるんですよ。私の家の近くのサミットにも並んでます。で、普通スーパーに並んでるワインってね、なんかすごい大手の会社とかで、まあそこそこ美味しいねっていうイメージを持たれてる方が多いと思うんだけど、このヨシスパークリングワインを作る高畑ワインのすごいところは、もう美味しさの基準をね、もう絶対的に保ちながらも年産6万本っていうね、安定した供給量を維持し続けていることなんですよ。だからすごく美味しい、本当に美味しいの。だから正直、私の周りの方でこのヨシスパークリングワインを知らない人いません。母だってヘビリピしてますし、 P だって家のセラーに何本か必ず常備してますので。はい、ということで今回はこんな素晴らしいね、スパークリングワイン、シャルドネワインを作っている高畑ワインは一体どんなワインになりなのか、他にはどんなワインがあるのか、先日ね、山形に行って直接ワイナリーへ伺ってきましたので、高畑ワインの魅力とともにぜひぜひご紹介したいと思います。それでは行くよ。はい、まず高畑ワイナリーは JR 大宇本線または山形新幹線高畑駅を下車して徒歩なんと10分のところにあります。で、私は家族で車で行ったんですけど、まあ、敷地内に入った途端ね、もう木造の建物、綺麗なお庭みたいな感じ、すごい素敵な空間なんですよ。で、ぶどう畑だけじゃなくって、お花とかもすごい散りばめられて植えられているんですね。だからなんか鮮やか、すごい空間が鮮やかですね。はい、ではここからはワイナリーの動画をどうぞ。皆さん、草むしりから朝のお仕事は始まるそうです。見て、建物、これは木造なんですよ、すべて。あそこにね、ステージがあって、ゲストを迎えて、PA もつけて、そう、イベントしたりとかして。この名前は秋の収穫祭、4日間で3万人ぐらい。そう、ここの町が2万4000人ぐらい、はい、ぐらいしかいないです、人口が。人口2万4000人なのに4日間のイベントで3万人っていう人口を超える人数が来るっていう。ここのホスピス内に集まります。あー、僕も食べてるのが美味しいですよ。そのワインのやつが貴婦人、あー、あとで、あとでいい。いただきます。じゃあ上いただきますね。形が可愛い。うん、え、ワインの味するの？ほのかにぶどうって、あ、甘い、すごい、そう、口どけがいい。これ飲み物にしてもいいかもしれない。飲み物じゃ元は飲み物ですね。うん、あ、本当は普通の全然バニラじゃないんだね。そう、なんだろう、アルコール入ってるから食べる。あ、そっか、でもアルコール入ってるとわかんない、わかんないですよね。なんかお子さんにぜひみたいな感じで言いたくなっちゃうけど、うん、ダメ。キムリンっていうデザートワインが入ってるんですか？アホルバの巨人っていう、創業当初からあるデザートワインなんですよ。すごく人気のあるワインです。これの白、ベースはバニラなんですけど。うん、後ろはピノノワールです。うんうんうん。貴婦人ソフト、贅沢です。350円。美味しい。日本で作られるシャルドネっていうのが大体1300トンのうちの140トン。10分の1強は一切、それぐらいシャルドネが多い。へ、日本のシャルドネの 10% 強はうちの全部契約栽培の、
ありがたいもので、でそれがあるもんですから、ああいう吉みたいな一年中切れないの、あれで年産で6万本ぐらい作りますので、そういうのはやっぱりうちの強いメリットだと思います。強みですね。だからそんだけ契約農家さんが送ってくれるし、その量に対して対応できる環境が、環境がそうですね。美味しいの作ってくれるんですよ。糖度も高いですし、うん、それもやっぱり屋根付きの畑があるからというのもありますし、はい、安定供給してもらえるというのはあります。やっぱり東京で飲むのと現地での違うと思う。違いますよ、それは。それは違いますよ。今日よし準備してないですけど。普段から飲んでくださいって。ということで、いろいろね、醸造所内とか丁寧にたくさん見させていただいたんですけど、まあ、結構ね、ニッチな話になってしまうので、こっからは C の動画に行きたいと思います。どうぞ。すごい、初めて見ました。おー、あー、美味しい。プラメア、プラメア大好き。美味しい美味しい美味しい。あ、なんか濃厚な感じがすごいします。こう辛さだけじゃなくて、なんか果肉を飲んでるような感じじゃない。うん、すごい濃い香りがする。嬉しいですね、そう言っていただけると。これは瓶の中で発酵させるんですけど、ちょっと見ていただくちょい濁りなんですけど、はい、ちょっと濁ってるのは瓶内で発酵するんですけど、シャンパーニュみたいに折り引きはしてない。あ、酵母とワインが触れ合った状態になりますので、酵母から出てくる旨味みたいなものも感じ取れるんです。酸っぱい香りになる。口当たりもトロッとしてますね。そうですね。なんかね、よしスパークリングワインとかもさ、取れ合ったりさ、うんうん、いただける感じだから全然違うタイプだ。そうですね。え、待って、安くない？安い。そう言っていただけると。びっくりした。安いよね。4000円ぐらいだと思った。すごっ。そんな手間もかかった。で、あ、ね、うん。値段は1847円ですよ。へぇー。これは買ってこう。私も買ってこうと思った。美味しい。家で飲むより美味しく感じるのは、やっぱ説明していただいてるからなんですかね。説明もそうですし、動いてないし、動いてない一番いい状態の、ピクニックで食べるおにぎりみたいなもんで、あ、はいはい、あのその雰囲気も少しちょっと上手にはなるかもしれない。桃とか美味しい。すごい、そっちも家で飲んだ時は嬉しい。お次いただくザ・クロチアエレクトリックエンカミワナシャルドネ、自体もなんかちょっとエキゾチックな3番目もまたガラッと変わります。ガラッとこれ変わりましたよね。変わるって書いてある。フレンチオープンのところでタラハッコ、カミワナというここから15分ほど行った山のちょっと奥の方にあるエリアで、行ったことあります。すごい良い場所。動物もたくさん、ブドウなんかを狙って食べに来るんです。食べに来るの代表曲がクマ。クマ食べに来るんですか。クマがブドウを食べる。ここにも書いてあるね。ラクロチュアエレクトリックエンカミワダシャルドネというのは、カミワダにあるシャルドネの電気柵という意味。うん、やめたらこれ電気柵だ。はい、ただその絵ちょっとミスってるのが、ブドウ畑がね、もうクマさん入っちゃった。入ってる。もうやられちゃってますね。特に逃げられない。本当だ、面白すぎる。ただそれぐらいクマが来たりサルが来たりするぐらい本当に山奥でいいものです。動物が食べに来たくなるようなブドウを使ったワインです。で、カエル乳酸発酵、これは 100% 行ってますので、うん、クリーミーさみたいなバター的な、あ、おしゃとです、おしゃとです。これキンキンにしたらもったいないですね。逆にしたらおしゃとです。でもすごい複雑な感じが分かります、素人でも。一個一個全然違う味のシャドウメのタラパックで、それをこの味になるブレンドをしているので、本当におしゃれな複雑な感じにはなります。博多ワインっていうと、はい、ね、よしスパークリングワインとかが、そのニュースでさっきも言いましたけど多いだけに、はい、みんななんかそっちのイメージそうだから、これはね、ワイン好きたちに教えたいと思います。ちょっとこう踏み込んだ感じの味がすると思います。もう資料まで、資料まで、青鬼来ました。お、青鬼が来た。今お次するのがメルロー。優しい鬼なんですけど、確かにパンチは効いてると思います。高畑マジェスティックローグルブルーということで、青鬼がモデルになっております。青です。
か優しい樽の香りをすごい感じるような香りいいですよね、はい、香りは結構いいなと思います。ちょっとやっぱ空気と触れるとおっしゃる通りで、ゴールデンのボルドーみたいなスタイルと少しカルフォルニアの文化というかもうちょっとミックスさせるようなジャズ作り方をするので、最初からいきなりポンと開いた状態というか徐々に徐々に開いていくような、まあ熟成によってもそうですし飲んでる途中でなんか変化を楽しめる。これは何に合わせたいですか？これはやっぱり米沢牛ちょっと盗んじゃいました。米沢牛のステーキがいいですね。ステーキ、お肉自体もそうですしステーキソースにも合うと思いますし、はい、ね、いやもう、本当にありがとうございます。せっかくお越しいただけるのにまたチャンスください。私じゃないの全然強烈なのがいっぱいいますから、常に前年よりも美味しいもの美味しいものってブドウの木の樹齢もどんどん立っていくんで、今この18年飲んでいただいてますけど17年よりも18年は圧倒的に美味しいです。18年よりももう19年あげてますけど19年の方がもっと美味しいです。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。正直ねこの動画だけじゃどんなところか分かんないと思います。やっぱりワインは現地で飲むのが一番美味しいし、そこの土地の空気とか風を感じて飲む機会があるのであればぜひ飲んでほしい。で、高畑ワインさんは敷地が本当に広くって景観も素晴らしいですし、なんといっても駅から近くって徒歩でも行けてしまいますので、ぜひねワイナリーに行く機会を見つけて実際に足を運んでもらいたいし、何よりよしスパークリングワインを飲んだことがないっていう人がいたらぜひお近くのスーパーに探しに行ってね飲んでもらいたいですよ。で、今回の旅行でね試飲もさせてもらったこちらの2本のワイン、じゃじゃーん、本当に買ってきましたよ。デラウェアの発泡とエレクトリックシャルドネですね。これらはねいつ飲もうか今からとっても楽しみなんですよね。ね、これね畑の中にクマさんがいるっていうね、電気の、ね、ロープでクマから畑を守りたかったのに畑とクマさんが同じ場所にいるっていう問題のエチケットだそうです。僕はね、こういうのもチャーミングですよね。はーい、ということで動画見ていただきありがとうございます。突然ですがここでクイズです。山形県に現在ワイナリーはいくつあるでしょうか。 A 6ワイナリー、 B 16ワイナリー、 C 26ワイナリー、 D 36ワイナリー。答えは概要欄の URL か画面の QR コードから確認してください。ワイン三昧公式 LINE から答えが届きますよ。で、 LINE ではその他にも結構ね私のなんかなんていうのプライベートチックな動画とか配信してますので、そっちでも楽しみにしていただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。